コールカードって何？そう、あのテレフォンカードみたいな感じで、うん、モーニングコールしてあげるよっていう。ええ樋口が？はい。マジで？ここよく見たら、あの無限まであるので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10…無限は？はどういうこと？無限っていくつ？もうおばあちゃんになってもおじいちゃんになってもずあ、おじいちゃんになっても。なんで俺おばあちゃんになっちゃうんだ。どこで俺性転換するんだよ。俺しねえよ。俺多分おじいちゃんになるよ。すいません、おじいちゃんになってもあの起こし続けますよっていう。こんなすげえカードじゃん。こんなカード発動させていいのかこれ。何そのカード。朝起きるのめっちゃ早く、早いというか朝得意な、得意で、うん、何時に寝てもその時間に起きれるし、うん、起きた瞬間からこのテンションなので、うん、あの気持ちよく起こせますよっていう。本当起こしてくれる。すごいよ、ほら元気モード、癒しモード、お母さんモード、だからいろんなモードで起こしてくれる。ああそういうことか。ただただ日村さん、樋口に連絡する術が書いてない。これ騙されてるぞ。そんなことねえよ。樋口への連絡ができないぞこれ。どっかなんだろう。どっかなんだろう。ちょっと一回じゃあ日村さんお願いしてみて、はい、何モードかでさ。じゃあ癒しモードで、あーちょっとじゃあ癒しモードもらっていい？わかりました。ガチャ、はい、もしもし。もしもし、おはよう。え、誰？長谷だよ。え、何？起きて。え、起きて、もう時間だよ。何何何？起きて起きて。じゃあせーので起きるよ。せーので、せーの。はい、起きた。起きた？起きた。よかった。ありがとう。今日も頑張ってね。ありがとう。バイバーイ。はいはい。寝ちゃった。あ、寝ちゃったね。いや、もう癒しがすごいな。答えの直前なのでちょっと大ヒントを言うと、5000の丸、これをゼロじゃない部分があります。このゼロの中には3つのゼロのうち、それを踏まえていろんな大きさで考えてる。そういうことだ。お、なんでこんなわかんないんだ。なんでこんなわかんない。正解です。すごい、すごい。こういうことだよな、分かる瞬間。お、危ない危ない危ない。何なのそれ。何つってんだろう。あのさ、ひらめきは正解のひらめきだよね。なんだって高山、ちょっと何、高山発表して。これで千日の半分。500日ってことか。あー、それだと2500日かな。5000の半分だから、そうそう、2500日。なんで1000日の半分にしたんだ。